ちゃっ、こんにちは。はい、さあ、刻一刻と WBC の、はい、開催日が近づいてきました。まず開幕の前にやる最大のイベントと言ってもいいぐらいの、そうですよ、 WBC、はい、で今年は何といっても、ね、アメリカ米国代表が、はい、そのメジャーリーガーを現役の選手を呼んでくるということで、そうだよな、はい、まあ、ベストで来るかどうかは別問題としてね、はい、名前は揃えてくるという、はい、昨年暮れにワールドカップでサッカーの盛り上がった、はい、ね、この素晴らしい大会になったし、うん、まだ今度は年明けて、はい、今年 WBC があると、はい、サッカーに負けてらんないという、いや、ね、そうですよ、ね、そうですよ、まあ、勝負するわけではないけどね、はい、向こうはかなりの規模の世界大会だから、そうですね、出場国も、まあ、だけど野球っていうのはね、日本の文化だし、はい、ね、負けてらんないと。そうです、ね、でここに来て、まあ、内定者も結構続々と、そうだね、発表されてるんですよ ね、 まずダルビッシュがね、はい、ピッチャーで言えば、はい、もうなんかピッチング始めてるみたいなね、そういう SNS で上がってたし、はい、まあ、大谷もね、そうですね、まあ、出るという、はい、ね、山本由伸、はい、佐々木朗希、はい、今永、はい、戸郷、はい、湯浅、はい、大勢、はい、まあ、ここら辺が決まってるらしいということですね。内定してるらしいという、らしいという、ね、はい、まあ、記事によってちょっと多少のメンバーの入れ替えはあるんですけれども、うん、まあ、予想だからね、まだね、はい、まあ、ここら辺は間違いなく、まあ、選ばれるんじゃないかというね、はい、まあ、そういうところなんだけども、はい、見て何を感じるか、はい、左がいない、そうですね、今永しか、まあ、そこで、はい、まあ、メンバーを付け加えるという、誰が選ばれるのかというね、まあ、30人枠になったというところ、はい、なので今ピッチャーはあと6枠空いています、はい、なのでそこをまず豊さんに6枠の投手を予想して、まあ、豊さんだったらこの投手を入れるだろうということですよ ね、 そうだね、はいはい、宮城、あ、左ね、そうですよね、宮城投手、やっぱ宮城はやっぱこう緩急の使い方が非常にうまいし、はい、外国人でも通用するかなというね、はい、で松井裕樹、松井裕樹投手、はい、楽天から、まあ、リリーフ、うんうん、1イニング限定だと相当な力を持ってるし、はい、ぜひともこう入れたいよね、まあ、リリーフっていうことですね、はい、はい、高梨、巨人、はい、左、はい、これはやっぱ変則が欲しいよ、相当やっぱり左バッターで優秀なバッターたちが世界にいるから、うん、ワンポイントとかでもいいから、まあ、高梨を入れておきたいな、贅沢に。おお、千賀、ここが難しいんだよ、メジャーの球団が了承するか、そうだな、はい、了承しなかった場合は、場合は高橋宏斗、中日、はい、はい、やっぱり連れて行きたいよね、将来のために。いや、 WBC ってまあ勝つためも、勝つためが最大の目標目的なんだけども、はい、次世代の選手もやっぱ経験をさせて次の大会に備えるという、うん、主戦になってもいいぐらいの素質を持ってる、はい、そういうピッチャー高橋宏斗、はい、まあ、これをやっぱこう千賀が来れないっていうんであれば入れたいなっていうふうに思うね、うん、まあ、時点として入れておきたい、時点としてね、そうですね、はい、小笠原、同じく中日、中日から、はい、これはね、やっぱ同郷が座ってるわ、はい、まあ、昨年のブレイクを考えると、うん、まあ、そこそこ投げてくれるかなというね、はい、どんな場面でもなんかいけそうな、そう、そんな感じがするし、先発させてもいいし、うん、まあ、中継ぎでもいいしっていうような、はい、重宝しそうなね、はい、まあ、ピッチャーだよね、はい、で最後に、最後です、青柳、お、阪神の青柳投手、右の変則をね、はい、まあ、オリンピックの時にちょっと打たれてね、はい、その自分のリズムではできなかったと思うんだけど、うん、だけどやっぱり相当な力は持ってるよね、うん、青柳は、はい、うん、安定感もあるし、うん、だからそういう意味では置いとくというね、例えば今入ってなかった伊藤大海投手、はい、オリンピックでも活躍しましたけれども、経験から言うと伊藤大海も入っていいんだよ、うん、だから千賀の代わりに伊藤大海もいいし、はい、ただこのダルビッシュ、大谷、山本、佐々木朗希とかこう来ると、はい、もう右は腹いっぱいだっていう、うん、やっぱり左が欲しいんだよね、バランスよく、はい、例えば佐々木朗希がボールに馴染めないっていうことになってくると、はい、11月かオーストラリアとの試合でちょっとボールの感触を確かめながら投げてたっていうことを考えると、はい、もしも佐々木朗希がこれはちょっと感触どうしてもっていうふうに なれば、はい、まあ、伊藤大海が入ってくるだろうし、はい、だからここら辺右でものすごく優秀なピッチャーがいるとね、はい、なかなか難しいんだよね。そうですね。だから右で言うと、あと森下投手とかカープの、ダルビッシュ、大谷、山本で腹いっぱいだもんな。そこでちょっとね、まあ、ちょっとお腹いっぱいになっちゃうから。あと抑えで栗林投手は
体制としてダブル体制みたいな感じで取らないんですかね。まあ、2年間の疲れっていうのも考慮してるかもわからないよね。これでいうとじゃあ抑えは大勢投手で、大勢でもいいし、はい、まあ、千賀を後ろに回してもいいし、だからメディア挑戦だからさ、まあ、そこら辺が難しいんだよね、はい、例えばあとは昨年ブレイクした山崎総一郎投手だったりとかオリックスの、ちょっと怖い感じがするよな。持ってるものは挑戦させたいって思うけど、このメンバーの中に入ってこれるかっていうとなかなかこうちょっと難しいかもかな。あと左で言うと例えばヤクルトの高橋刑事、はい、投手、あ、高橋刑事はあの力でいくピッチャーじゃない、うん、ああいうピッチャーって結構捕まるんだよね。まあ、例えば国際試合を見てて純粋にまっすぐだけで通用したピッチャーっていうのはいるかっていうといないんだよ。で松坂もその若い時ピチピチの時にまっすぐはね9番に捉えられるんだよ。だから佐々木朗希がどうかっていうことだよ。160キロバンバン連発したらそれは通用するだろうけど、155キロぐらいに落ちたらバーン弾き返されるから、ここら辺がやっぱこう難しいよね。そうですね、佐々木朗希投手が捕まった場合、うん、じゃあそこの穴誰が行くのかだったりとか。だからダルビッシュだってまっすぐをね最初の頃、まあ今成長してるから、うん、あれだけど若い頃はあのダルビッシュのまっすぐを弾き返すんだからやっぱ相当慣れがあるよね。そうですね、だからそこでやっぱこうスライダーだとかいろんなボールを投げて抑えにしたというね、うん、まあ、そういう経緯もあるし、はい、やっぱ力だけじゃダメなんだよ。そうですね、だから森下なんかも面白いんだけどね、緩急が使えるから、はい、面白いんだけどもこのメンバーに入ってこれるかどうかっていうのがねちょっと微妙だよね。わかりました、うん、さあ続いてキャッチャー、はい、キャッチャーは今のところ内定してるのではないかと言われているのが、うん、ソフトバンクの甲斐選手とヤクルトの中村選手、そうだ、ね、この2名あと一枠あります。まあ、あと一枠は森だよね。ああ、やっぱりそうなりますよね。やっぱこう守備というよりもバッティングというね、はい、やっぱり一人でも、まあ、代打要員とか DH だって森はできるだろうし、はい、まあ、ここら辺で森を入れときたいよね、うん、俺は坂倉なんだよ。大好きな坂倉選手。ただキャッチャーとして入れる分には、うん、やっぱ昨年度の試合数がやっぱキャッチャーとしての、うん、ちょっと少なすぎるね。キャッチャーとして入れるんだったらこうでも代打で入れときたい3番手のキャッチャーだから、はい、万が一の時にキャッチャーで生かすっていうんだったら坂倉のバッティングは使えるよ。このあたりを栗山ジャパンはじゃあどう見るかってことですね。まあでも純粋にやっぱ力、はい、現状今必要なのはどっちかっていうのはチームの中でね、はい、それは考えると思う。豊さんが監督だったら坂倉選手やっぱ入れたいなって迷います。迷うな。あ、やっぱりそう。でも森のバッティングもね、そうですよね、いいからね。そうですよね、首位打者取ってるわけだから。そうですよね。だから坂倉はすごく安定してるし、うん、あとは好みの問題になるよね。確かにそうですね。正捕手っていうのはもう甲斐選手なんですか、やっぱり。まあ一応経験上から言うと、まあ、甲斐でいくだろうね最初はね、うんうん、やっぱ中村もすごく落ち着いてるけども、はい、中村っていうのはやっぱデータが必要なんだよね、はい、データの元で自分でアレンジしながらリードするのはうまいけど、はい、いきなりポンと当たられた時にどのぐらいできるかっていうことだよね。これデータっていうのはどのぐらい前に伝わるもんですか、選手保守には。キャンプに入ったらそのデータ配られる。だいたいメンバーが決まった瞬間からみんなが揃ったらデータを配り出す。じゃあ1月終わり2月ぐらいにはもう各国メンバーが整って発表になったら ね、うん、はい、もうそのデータはものすごく取ってると思う。あ、なるほど。内野手です、はい、で内野手は内定と言われているのが村上選手、はい、あと牧選手、はい、あと源田選手、はい、この3名。牧よかったね大活躍したしねそうですよ ね、そうですよね。ただまあ本決まりではないからね、まだまだ分からないけど、はい、まあ、11月の活躍を見ると、まあ、選ばれて当然だよね。そうですね、はい、これでだからサード、セカンド、ショート、はい、この3名が1。ただ源田 その守備はいいけど、はい、バッティングだよね、外国人に対しての、はい、おそらく守備要因だと思うんだよ、足とか。源田は、はい、レギュラーっていうことではないと思うんだよね。となる と3名内野手、うん、さあ豊さん、坂本、ここ入れてこない、あるんですよ記者さんも。まあそれはそうだろうね、はい、それは好みの問題だから。まあそうですね、うん、近年の、まあ、故障であったりとか、そのじゃあショート大丈夫なんだろうかとか。いや大丈夫だよ。大丈夫、短期決戦だったら持つから。あ、ペナントレースになってくると長期だから、坂本一本でショートいけるかっていうとなかなか
もう年齢的にも厳しいかもわからないけど、ただもう WBC というね短期決戦であれば、やっぱここら辺は経験が生きるし、技術も高いものは持ってるしね、はい、俺は坂本は外せないと思ってるけどね。ただ不思議なのはやっぱりその内定の中には名前は入ってこないんだっていうのが、うん、やっぱりそこは昨シーズンとかのそういった怪我だったりそういうのも見てってことなんですかね。まあそれもあるだろうね、うん、ただやっぱ今年は期するものがあると思うよ、はい、やっぱこのままで終わる選手ではないし、はい、まあ最年少っていうかね、そういう形で2000本も打ってるし、技術はもうしっかりしてるし、はい、経験も豊富だし、そういう人がやっぱ欲しいよね、うん、例えば村上が経験豊富かって言ったらオリンピック1回だけでしょ、はい、マキなんて初めてだしね、プロに入って、で源田、まあこれも経験あるけども、やっぱバッティングがどうなんだって言われるとさ、守備はもうお墨付きだけど、はい、バッティングがどうなんだって言うとさ、やっぱ打てる人が欲しいよね。そうですね、うん、いや俺は期するものがあると思うから今年の坂本には期待はする、うん、ということは、じゃあ源田選手が例えばその守備固め要因であると、うん、じゃあ坂本選手がそのままもうパッと引っ込んでいい。ああ、なるほど、うん、まあ例えばダイソーから源田が入るとかね、まあ、そういう形でもいいし、はい、じゃあ内野手1人目坂本選手、はい、2人目やっぱり菊池の経験だな。そうですよね、うんうん、国際試合で一番怖いのは守備の破綻なんだよ。守備から試合を失うことってもう本当多いから、だからここら辺での守備のいい選手は入れときたいよね、うん、だから菊池は俺は外せないと思う、まあ、絶対そうでしょうね。つなぎの選手も欲しいわけよ、うん、スタメンの中に、うん、そうなってくると菊池がセカンド行ってファースト牧かもからないし、これは面白いよ、すごくどう布陣を組むかっていう、そうですね、ポジション的にも、うん、はい、じゃあ3人目最後です。浅村かなって思うんだけど、あ、確かにそうですね、浅村選手この名前の中にじゃあ山田はってなるけど、はい、山田は国際試合に強いんだよね、だから外したくないんだけどさ、やっぱ牧が入ると被るんだよ、じゃあ浅村と山田の勝負になるんだよ、はい、じゃあどっちだっていうと守らなくていいよ、バッティングだけだよ、うん、ってなるとどうなんだということだよ。国際試合でバッティングっていうことですか、それとも抜きにしたバッティングですか。国際試合でそしたら山田選手 でも浅村も、まあ、チャンス、浅村もやっぱすごいよ山田が強いっていう印象あるけど、はい、浅村が弱いという印象は全くないしね。確かに、だからここら辺の勝負には俺なると思うんだよ。でも浅村選手って、まあ、ファーストだからセカンドファーストができるから、そうですよね、これファーストがいないんですもんね、ということはやっぱ浅村選手だから、ここに岡本っていう話もある。そうか、そうですね、難しいのよじゃあ岡本選手、浅村選手、山田選手ってなった場合どういうタイプの選手ですか。例えば4番タイプで必ず打ってくれるのか、それとも両方右でしょ、はい、全員右でしょ、はい、だから浅村の方がやっぱパリーグでやってる分だけ早いピッチャーの目は超えてるよね、はい、だから浅村かなっては思うんだけどね。その山田の魅力ってさ、3つ揃って魅力なんだよね、うん、ただその打つだけではさ、やっぱ魅力が少し削れてしまうというか、山田が足が完全に出来上がってて、うん、走れるっていうことになってくると、うん、やっぱ山田が入ってくるよ。そうですよね、うん、でもやっぱ昨年みたいにあんまり最初は春先走れませんってなると、どうせ走れないんだったら浅村がいい、浅村のバッティングの方がいいよねっていう、うん、ここら辺はやっぱこうアピールの仕方だよね。いや今年は足が絶好調です、走れますみたいな、うん、一言でそう言うと、まあ、今年は40通り目指しますなんて言ったらさ、うん、ああそんなに状態がいいんだってなるし、選びますもんね、うん、だからまあそこら辺のさじ加減だな。あ、なるほど、じゃあここは、まあ、坂本選手、菊池選手は入るとしても山田選手なのか浅村選手なのかっていう、まあ、そうだね、はい、まあ、坂本が入るのはやっぱりショートというね貴重なポジションだから、はい、そんなに簡単にはできないしね、うん、じゃあ中野選手はちょっとこの中だと厳しくなってきます、ね、やっぱ厳しいよな、ちょっと非力だからね、うん、はい、まあいい選手だけどさ、またセカンドも今年やるっていうことで、はい、まあ、フラネなセカンドっていうのは、うん、この大会では任せられないよね、うんうん、そうですね。外野手です、はい、で外野手は今現段階で言われているのは吉田正尚選手、はい、それから鈴木誠也選手、はい、で近藤健介選手、はい、そしてラース・ヌートバー選手、はい、あの日本国籍で現在メジャーリーガーなんですけれども、はい、これはいい選手だぞお前見ました女何日本人そう、お母さん
が国籍を持ってんだ、はい、お母様が日本人で、いい選手だよな、いいバッティングしてるもん。そうなんです、あのカージナルスで活躍して昨シーズン108試合に出場で3番4番以外全打順を経験、外野の全ポジション守る、肩強いしな、はい、やっぱ肩強い人ってボールがブレる時あるんだけども、うん、よくねすごいコントロールもいいし、うん、この選手はいい選手だよ。あとバッティングも、まあ、昨シーズン14本塁打、うん、バッティングはね、うん、やっぱヘッドをこううまく使って体はあんまり開かせないんだよね、うん、だからこの選手はやっぱいいよ。おアメリカ、はい、代表の出場予定のマイコラス選手からウェインライト、コールドジュミット、それからアレナド選手とか、あと韓国代表の内野選手などと同僚なので、うん、向こうの選手たちの情報も持ってるし、やっぱ外国人のタイミングってピッチャーの最初戸惑うんだよね、はい、バカーンと来るから、はい、だからそのタイミングを持ってるということからするといいよね。そうですね、大きな戦略だから この選手はスタートで多分使うと思うね。そんな気がしますよね、となると外野手は残りあと2名、さあ誰を、これやっぱ塩見、もうまず塩見選手の目が上がりました、うん、これは日本シリーズの山本由伸からホームラン打ったという、はい、こういう舞台に彼は強いのかなって、うん、で足も使えるし、はい、だからダイソーでも使えるしね、はい、守備範囲も広いし、うん、まあ大丈夫だと思うよ塩見は。じゃあまず1人目塩見選手、はい、あとは柳田、うん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 、だから内野6人をしか選んでないから外野7人なんだよね、はい。柳田はやっぱ経験とかここ一番のやっぱ勝負強さっていうのを持ってるしね、うん、だから柳田かな、柳田選手、はい、さあラスト、はい、ラストはシュート、うん、まあ内外野ができるというね、はい、だから三塁手もできるし、うん、ショートセカンドはちょっと難しいかもわからないけども、まあショートセカンドだったら源田と菊池がいるし、はい、外野だったら全ポジションどこでもできるしね、はい、で足、ま、ということを考えると、ね、まあ、シュートは入ってくるかなっていうふうには思う。近本選手は、うん、外野しかできないでしょ、はい、うん、で左だし、うん、ちょっと厳しいかなというね。あ、厳しい、うん、やっぱちょっと非力だもんね。あ、まあ、このメンバーの名前見てしまうと打ち返すにはある程度の力、強さ、はい、力が必要だし、うん、タイミングポイントで打てればいいんだけどもさ、まあ、なかなかな、それだったら力がある方がいいし、まあ足はね、盗塁の技術とか双璧だと思うけど、はい、やっぱ内外野できる人が一人いてくれるとやっぱ楽なんだよね、うん、使う方とすればね、はい、まあこういう風なメンバーになるんじゃないかっていうふうには思うけどね。はい、これが全てね、豊さんが選ぶ30名と、まあ、ピッチャーだよな、なんか左ピッチャーを探すとさ、はい、まあ、そんなに右よりはちょっと減るな。そうですね、中日の大野投手はね、以前も選ばれてましたけれども、今回はっていうところですかね。そうだね、うん、まあ、緩急という意味でね、あ、まあ、あくまでも予想だからね。はい、そうですそうです、本決まりしていきますけれども、まあ、楽しみだな今からな。そうですよね、はい、また決まったら、はい、速報でね、このチャンネルでもお届けしたいと。また速報が決まりましたということで、はい、はい、お届けしたいと思います。